とても仲の良い家族がいました。ある日、長女の恵子ちゃんの目が見えなくなりました。ミトコンドリア病という病気でした。家族はみんなとても悲しみました。それからしばらくして、いとこのお姉ちゃんがインコをプレゼントしてくれました。インコの名前はジョジョです。恵子ちゃんがつけました。しばらくすると恵子ちゃんの枕元がジョジョの居場所となりました。新しいお家に慣れてきたジョジョは、朝カゴから出してもらうとすぐ恵子ちゃんの方へ飛んでくるようになりました。そしてそのまま恵子ちゃんから離れませんでした。恵子ちゃんが安静のため横になって静かにしていると、ジョジョも静かにしていました。ジョジョは恵子ちゃんが元気になるのをじっと一緒に待っていました。恵子ちゃんは病院に行く前に必ずあることをお願いしました。お母さん、ジョジョに何か聞かれたらちゃんと返事をしてあげてね。あの時はまだ家族の誰もジョジョが話をするなんて思ってもいませんでした。でも恵子ちゃんだけはジョジョがおしゃべりをしたくてずっと見ていることに気がついていました。ある日、お父さんが、ジョジョが何か言ってるよと言いました。お父さんがジョジョに耳を近づけてよく聞いてみると、恵子ちゃんと言っていました。それからどんどんジョジョは言葉を覚えていきました。恵子ちゃん帰ってきた。恵子ちゃんどうしたの。恵子ちゃん好き好き。恵子ちゃんが病院から帰ってくると、ジョジョはいつも大喜びしました。疲れて休んでいる恵子ちゃんの体に乗り、ちょこちょこと走っては行ったり来たり、恵子ちゃんの体をあちこちつついて遊びました。ジョジョが恵子ちゃんの耳の中をくちばしでつついたときは、大きな声で、痛い痛い、うるさいからやめてジョジョ、半分怒って言いました。ジョジョは恵子ちゃんから叱られたので、さーっとカゴへ逃げていきました。どうしようジョジョ、寂しいとしょんぼりするのでした。いたずらっ子で恵子ちゃんと遊ぶのが大好きなジョジョでした。ジョジョは自分がインコだとは思っていないようでした。ジョジョは普段から、何何何、まるで人とおしゃべりをして相槌を打っているように独り言を言っていました。家族みんながジョジョのことが大好きでした。いつの間にかジョジョは家族の中の輝く太陽のようになっていました。ジョジョはお母さんと一緒にいる時間が一日の中で一番長かったのでした。そのせいか話し方がお母さんそっくりになっていました。お母さんのようにはっはっはと大きな声で笑ったり、くしゃみが出た後には、くしゅ、風邪ひいたと言ったりしました。
おーい、ちょっと来てくれと、お父さんが玄関からお母さんを呼んだ時などは、ジョジョまで、ちょっと来てくれと、お父さんの真似をしてお母さんを呼ぶのでした。ヨウ兄ちゃんが仕事へ出かけるときには、バイ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 、ちょっと行ってくるからと、ジョジョは繰り返し言いました。ヨウ兄ちゃんはそんなジョジョに向かって、ちょっとじゃないよ、夜までだよと言ってから、毎日仕事に行くのでした。お母さんが台所で家族の食事の支度をしているときには、ジョジョ来たよと言って、お母さんの肩に止まりました。お母さんがなかなか気がつかないでいると、ジョジョ来たんだよと大きな声で言ってきました。お母さんがそれに気がついて、あら、ジョジョ来ていたのと答えると、ジョジョはビヨンと返事をして、お母さんの首筋にくちばしをちょんとつけると、チューしたと言ってから、母ちゃんも好きと言いました。ジョジョは歌も覚えました。ポッポッポー、ジョジョポッポー。お母さんから教えてもらったのは、ハトポッポの替え歌でした。ポッポッポー、ジョジョポッポー、豆が欲しいか、豆が欲しいか。どうしてもそこから先が覚えられませんでした。次の日も、ポッポッポー、ジョジョポッポー、豆が欲しいかと歌って黙ってしまいました。すると、空やるぞ、みんなで仲よく食べに来い。ジョジョがいつも困っているので、家族みんなで続きを歌ってあげました。するとジョジョは、ピピッと喜んでいました。こうして家族の中の太陽として暮らして数年が経ちました。ある日のこと、かごの中からぼたりと聞き慣れない大きな音がしました。驚いた家族はすぐにかごの中を覗いてみると、ジョジョが目を閉じてカゴの中で倒れていました。それは本当に急な出来事でした。そのままジョジョは天国へ旅立ちました。ケイコちゃんも家族も悲しみでいっぱいになりました。家の中の一番の明かりがプチリと切れてしまったようでした。ジョジョは家族に見守られながら、小さな可愛らしい缶の中に入れてもらって眠りについたのでした。ケイコちゃんは、ジョジョのようなインコは絶対にどこにもいない、私の心の中でずっと生きているのと言って、徐々に感謝しながら両手を合わせました。ケイコちゃんの目が見えなくなったあの日から、
これまで家族全員に幸せをたくさんくれていたジョジョでした。ジョジョがいなくなった後のケイコちゃんは、外へ出かける前には必ず、ジョジョおはよう、病院行ってくるね、待っていてね、手を合わせてから出かけるようになりました。それからさらに数年が経ちました。ケイコちゃんの体にもいろいろ困難なことがありましたが、ジョジョからもらったたくさんの幸せと大きな勇気のおかげで、家族みんなで乗り越えてきました。恵子ちゃんの病気はもともと今の医学では治療が難しいものでした。しかしジョジョとの出会いや家族の深い愛情の中で頑張ってきました。そんな恵子ちゃんがジョジョのいる天国へ旅立ちました。眠るように静かな旅立ちでした。お父さんもお母さんもヨーニーちゃんも、天国の入り口でジョジョはきっとケイコちゃんのことを迎えに来ていると信じています。そうでしょう、ジョジョ。